木村祐一先生は東京と生まれ、多摩美術大学卒業。造形教育の指導、テレビ用事番組のアイディアブレーンなどを経て、絵本、童話作家になります。嵐の夜にで、講談社出版文化賞、絵本賞、三経児童出版文化賞、JR 賞を受賞。この作品の舞台脚本で、斉田隆史曲賞を受賞。 また、嵐の夜には映画化もされ、脚本を担当。2005年12月より公開された、東方アニメーション映画、嵐の夜には、2007年、日本アカデミー賞優秀アニメーション作品賞を受賞。また、2012年にテレビ東京にてテレビアニメ化。2015年に京都で歌舞伎化。2016年には、 東京で再演となり、2018年11月にも博多座にて再演となりました。狼の王様で第15回日本絵本賞受賞。絵本、童話創作に加え、戯曲やコミックの原作、小説など、広く活躍中でいらっしゃいます。著書は国内外合わせると1000冊を超え、 数々のロングセラーは世界中の子供たちに読み継がれています。2019年、嵐の夜にの25周年記念ととして様々なイベントが展開されました。2021年から2022年、木村雄一特別展が全国のイオンにて巡回中です。そして2022年、もうちょっともうちょっとが中国の 全国冬休み推薦図書に選定されましたさて「嵐の夜に」といえばすぐにピンとくるかと思いますが木村先生の人生のお話その展開がもうとにかく、えー、の連続でしたそしてその語り口調がおかしくてあんな大御所の先生にもかかわらずフランクに何でも質問に答えてくださってもう最高の時間でした。 成功するポイントは木村先生のお話を伺っていると諦めずにいろんなことにトライするトライし続けるそして諦めないそこかなっていうふうに思いましたその結果人生のキーパーソンとなる方と偶然会えたりたまたまが重なって展開していくあ,あ運を持っているっていうのは まあ努力の上に結果こういうことなんだなって思えるお話ばかりでした。本当にとにかくすごいです。まずは前編、最後までお楽しみください。言霊、インタビュー。それではゲストをお迎えします。はい、木村雄一先生です。よろしくお願いいたします。はいはい、よろしくお願いします。 あの今回木村先生にこの「はい、この言まインタビュー」をオファーしたきっかけは、はい、お一人前のゲストでいらっしゃる絵本作家の平木光恵さんがインタビューさせていただいた時に、はい、あの平木さんがその絵本作家になろうと思って、はい、その当時勤めていた会社を辞めて、はい、で絵本教室に通いだしたそこが木村雄一先生のされている絵本教室でいやぼそっとね,ねあの いや本当に木村先生だと人生波乱万丈だしすごくインタビューいいんじゃないかな、はい、なんて確かおっしゃっていたような記憶もあるんですけれど、はいはい、ぜひ伺いたいあいえいえ <laughs> 僕のね友人に比べたらほとんど大したことがないというねあ周りの方はもっと波乱万丈でいらっしゃるそんな方がいっぱいいるんでええあのえぜひぜひ<そう> <laughs> お願いしたいんですが <laughs>、はい、あの 先生はもう代表作っていろいろありますけれども、はい、もうこれって言ったらみんな、ああっていうのはもうそのうちの一つが嵐の夜にですよね。後編で改めてその嵐の夜にがいろいろな朗読劇とか、はいはい、それから歌舞伎とか、はいはい いろんなものをこう、どんどん広がって派生していってるじゃないですか。そうですよね。ね<え>びっくりですね。ねえ、なので、はい、そのあたりも伺いたいなと思うんですが、はい。まずこの前編はですね、先生のそんな波乱万丈もお友達に比べれば、そんなことないっていうふうにおっしゃってましたけれど、はい。あの、もともと先生はあれですか、小さい頃から、はい。そういう絵を描いたり、はい 何かこう、脚本を書くっていうようなことってお好きだったんですかいえいええー、小さい頃というか小学生の頃は、なるべく人の影に隠れて、えー、自己表現せず、おとなしい、矢面<ー>、えー、に立たないで生きていきたいなと思っていまして、<え>先生が答えがわかる人って言ったら、一瞬にして気配を消す、<laughs> えー、目を合わせず、<laughs> 絶対刺されないようにして生きてきまして。<laughs> ここに私はいないぞと。いないぞと。<laughs> 忍者になって。<laughs> 刺してくれるなよと。<laughs> はい。気配を消す。はい。<laughs> えー、で、ずっとそうやってきたんですが、大きなエポックが、高校1年生の時にありました。えー、まあ、その前に、えー、あの、たまたま美術の先生が、名画を見て、テストに出すから見てこいって言われて、えー で、名画を見てるうちにえ、絵が好きになったんですね。それはいくつぐらいの時ですか ?15 歳ですね。はい。絵が好きになって、<え>えたまたま、うん、子供の頃、絵描き教室に通ったりしますよね。うん、子供の頃通ってたところは、そこは大人もか受け入れる教室なので、そこに行って、通うようになって、えー、絵を描き始めて、えーえー、絵が好きになったのに、はい。 高校受験に失敗しまして、えええー、二流高校に入ったんですね。そのじゃあ、第一志望は美術系の学校いえいえ普通の都立高校ですけど、ええ、それに失敗して、ええ、二流高校に入ったら、その高校がなんと、はい、美術部もない。はい、絵が好きになったのに美術部がないわけですよ。はい もともとあったので、美術室も美術準備室もあるのに、美術部が潰れて、うん、あ、潰れて。はい、<あ>赤かの間になってた。はい、はい、はい。これが、人生の大きなきっかけですね。えっ、ー、と、な、仲良し三人組で、えー、みんな、あの、同じように、おとなしい少年が、昼休みに、えー、あの、ダベってまして、えー、なんか面白いことないと。うん じゃあ、同好会でも作るのはどうっていう話になって、そういえばここ美術部ないから、美術部作ったら絶対通るよ、と。っていう話になって、じゃあ、そうしよう、そうしようってなったんですが、代表の欄に誰が名前を書くっていうんで、え、みんなおとなしいので、譲り合って、そしたらちょうど僕は絵を習ってた。はい。 で、えいなってのお前だけじゃん、お前が書けよってなって、<laughs> 僕がたまたま、じゃあ、とりあえず書くねって書いたら、うん、初代美術部の部長になってしまうわけですね。まあ、そりゃでも流れとしたらそうなりますよね。ね名前書いたら。そうすると、全校生徒の前で、クラブの紹介をし、<laughs> えー、新入生が来たら、部長として挨拶をし、<laughs> そして秋には、 展覧会、文化祭があります。はい、文化祭は、教室を一個任されて、展示をしなきゃならない。はい。っていうので、<laughs> はい、思いっきりどんどん前に出なきゃいけない。そうなんだ。から役は人を作るというか、<laughs> 今まで人前で喋れなかった僕が、やむを得ず喋るようになって、人生が180度変わって、で、もちろん絵は好きで描いてましたから、はい、美術展でその、 自分の絵を山盛りあるから、はい、<laughs> いっぱい出して、はい、そしたら、あの、図書館の先生が、木村の絵を図書館に飾ってくれと。高校の図書室の先生が。で、飾っちゃうと、新しい絵が、新作が取り替えるんですね、はい。どんどん、はい。そうすると、また全然別の先生が廊下ですれ違いざまに、はい、木村今度の絵いいなとか、 えー、言ってくれて、今まで、その、何の取り柄もなく、はい、自信もなく、この世に生きてていいんだろうかというのが、ん<ー>なんか初めて切符をもらって、この世に生きてていいんだっていう、<ー>こう、気持ちになったのが、えー、絵を描いたことですね。じゃあそういう意味では、こう、パーンと、スポットライトが当たるきっかけだったのは、絵だったわけですね。そうですね。 まあ、そしたら、まあ、なんて言いますか、どんどんこう、自信というか、ついてきて、たまたま芥川龍之介を読んで、あ,あ、この程度なら俺にも書けると <laughs>。<laughs> それは何の作品だったか覚えてますかえっと、雲の糸とか、羅生文とか、で、短いんですよ。で僕はずっと小説は長いもんと思ってたら、次のページにおく終わずかな、単に長さで <laughs>、 この程度なら、この程度の短さなら俺にも書けると、思って書き始めたんですね。はいはい、小説を。はい。今思えば短いものほど難しいんですよ。あ、そういうもんですか。ね、でも、短くて、できると思わなきゃやんないじゃん。はい。で、できると思ってやれば、できちゃうもんで、ねね、何らかの。 で、今度、仲間を集めて同人誌を作り。それはいくつぐらいの時ですか高校2年です、ね。あ、じゃあ、もう部を作り上げて翌年ですね。もうそうですね。突然活動的じゃないですか。活動的だから180度。180度。同人誌と、とは当時ですからガリバン釣りで作り。はい、ガリ、ガリバン。はい。はい、まあそんな風にして<は>、えー、どんどんこう活動が始まったんですが。が。 こんなに世の中には面白い仕事がある。ものを作るっていうことはこんなに楽しい。ものを作って飯が食えたら俺の人生は一生幸せに違いないと。もの、うん、を作って飯さえ食えれば、最低限ね。えーえー、と思ったんですが、<か>が、うちの父が十歳僕が10歳の時に亡くなりまして、はえ母は、はい、え働きに出たんですが、えー まあ、心労から、うん、あの、睡眠薬中毒になってて、かなりの量を飲まないと眠れないんですね。で、睡眠薬を飲んで、眠るまで間に、ラリルって言って酔っ払ったようになります。酔っ払いっていうのは、同じことを繰り返し繰り返し言,う言いますよね。で、なんて言ったかというと、えーえー、毎晩のように、あんただけが頼るよ。 あんただけが頼るよって言われたんですね。<え>僕は、絵を描いたり、えー、文章を描いて生きていきたいと思ってるのに、うん、どうやって飯食うのっていう、まあ時代、今もちろん今もそうですけど、うん、絵なんか描いてどうやって飯食うの、うん、小説家なんて生人に一人がプロになれるのっていう時代に、うん、そんなことを言っても、うん えー、公務員とか銀行員を目指せと、<ー>安定した職業。はい。っていうふうなので、はいえ、僕の中には常に、えー、安定した職業と好きなことをやるという、この対立した二つを、えー、同時に満たさなければ、うん、自分の人生はない。うん、はい。えっと、木村先生ってご兄弟は 姉がいまして、姉は、その、父が亡くなった時に15歳で、家を出てもう自立したんで。ああ、そうです。じゃあお母様とずっと木村先生は一緒に暮らしてたわけですね。そうです、そうです。どうやってね、好きな絵を、いろいろ考えまして、好きな絵を描いて、額縁に入れて、喫茶店に貸す、飾って、毎月取り替えて、レンタル料を取ると。 いうで、レンタアートってパンフレットを作りまして。高校生の時ですか、ね、はい。私服に着替えて。すごい。自分で書いたって言うと馬鹿にされるので、えー、まあ、ある先生が書いた、えー、私は営業マンですっていうふりをして。えー、高校生が、えー。目黒、恵比寿、渋谷、新宿、まず、すべての喫茶店を回りまして、営業で。えーえー、まあ、当時ですから、あれですけども、で,でも、月に3000円しかならなかったんで、辞めましたが。えー はい。でもすごいじゃないですか。えそれでお金がそうやって。そうですね。生み出せていたわけですから。はい。もらえないけど、行くとコーヒー代はただとか、えー、もらえないけど家は買ってくれたとか、いろんなところありましたけど、えーえーえー、まあ社会人として、いろいろ経験をして、えー、でも全然、えー、まあその他にもいっぱい考えたんですが、最後の方に考えたのが、子供の教室。えー 子供に絵とか工作とか教えて、それで月謝をもらって、子供が好きとか、絵の教室を見てやりたいと思ったとかいうものが何もなく、ただ月謝が目当て、生活の安定のために、もそこ重要ですよね、先生にしたら。始めたんで、いよいよ明日からっていう時に、 子供近所にいないんですよ。大学生、男子大学生が子供が好きっていうのはあんまりいないですよね。身近にいなければ。そうですね。生活の中で接することってないですもんね。どうやって子供と話したらいいのかっていう、ポケモンも見てないし、ウルトラマンも見てないし、話題ないじゃん。どうしようと思って、悩んだけど、まあ、ともぶっつけ本番でって言って、 えー、始めました。大学生の時にえー、卒業と同時です。大学卒業と同時。卒業と同時に土曜日に、はい、とりあえず、<ー>予定ではチェーン店にして、<ー>えー、それで飯を食おうと思って、まずは、あの、土曜日だけ、はい、始めました。はい、えじゃあ、土曜日以外の月下水木金は、会社に勤めました。あ、それはじゃあ、お母様のその気持ちを、はい、やはりその、はい 安定した社の会社に勤めながら、はい、ちなみにどんなお仕事をされてたんですかマネキン会社ですマネキン人形を作る会社マネキン人形はいで僕は美大なのではい、はい、美大卒は,はい、はい、えメイキャップかカツラというところに入っている、はい、で一番トップはその原型なんですが、はい、原型というのは原型っていうのはマネキン人形の全身を作るっていうんですがええ その、えー、前の段階では、ヘアスタイルと、はいえー、メイキャップという、顔を描くんですね。はい。の仕事でしたね。マネキン人形に顔を描く。顔を描く。メイキャップする。メイキャップするっていう仕事ですね。<ー>でも実は言うと、あのはい、目的がありまして、ね、もう初めから頭の中ではフリー思考なので、ね、どうやって行くかっていうんで、 えー、10ヶ月勤めるとあ、まあ半年ですけど、10ヶ月勤めると、失業保険もらえるんで、その間また執行猶予で、あの、そういう活動ができるという、思ったのと、だからやっぱり将来、 社員旅行の場面を書くことがあるときに、経験しとかないと分かんないよなとか、はい、いろいろ。面白い。人生経験を。はいはい。えー、未だに書いてませんが、<あ>社員旅行。<laughs> なかなか日本ではそんなシーンない。<laughs> ね、はい。社員旅行も行きまして。ただ経験したっていうことですね。経験したと。はい。で、子供の教室を始めまして、えー、え始めたら、全然儲かんない。ええー。週に1回2時間、 やったところで。あの、生徒さん、まず一人目はどうやって見つけたんですかああ、それはあの、電柱にポスターを貼って、本当はいけないんですけどね。ええ、電柱に貼ったりしたら、ええ、はい。何度か捕まりましたが、<laughs> はい。でも、絵本教室にっていますと。ポスターを貼って、はあ、最初の一年間は4人しかいなくて。わ、それはなかなか、ね。それだけでっていうのは厳しいですよね。ねはい。でも、あの、だんだんだん,だん,だん長くやってると集まるようになって、ね ただあの、何を教えていいかわからない経験もないし、はい、他の教師と見たこともないので、えー、あのただそのが、学生時代に、えー、あの面白かったことがいくつかあって、えー、それを子供にできないかと、はいえー。一つは、はい、アニメーション作りで。アニメーションってすごいんですよ。当たり前だけど。 自分の解体が歩いたりするんですよ。歩き出したところを見たら感動しますよね。はい。だってそこに命が吹き込まれるわけですよね。そうなんですよ。だから、なんとかそれを子供でできないかなと、いうのを考えて、えーえー、で当然、1、一秒間24コマですから、はい、まあ、あのー、リミテッドアニメにしても、たった1秒の間に4枚も5枚も書かなきゃならないはい。 っていうんで、無理ですので、はい、に考えまして、子供にまず場面を描かせます、はいで。バラバラにして、それを下に置いて、動かしながら撮るんですね。ええ、そうすると、あの自分の絵が動いて見える。っていうのと、<ー>さらに音もつけて、ええ、セリフもつけて、一応映画にして完成。 セリフは誰がつけるんですか本人が。本人が。はい。それ、親御さんが嬉しいんじゃないですかそうですね。ねえ。はい。泣いちゃいそう、そんなのを見たら。ええ。あと、陶芸とか、まあ、本来の授業と違うんですけど、陶芸室行って勝手に作って、でも自分で作ったお茶碗でご飯食べるあんな楽しいことはないっていうのもやらせたり、パン作りとかね。いろんな動物のパン作って食べたりとか。 まあいろんなことをやらせて、<ー>えー、発表会の時に新聞にこういう発表会やりますって出したら取材が来まして。はい。取材はどこからですかえっと、新聞社が。新聞社が。社が。で、えー、写真が載ったんですね。えー、その写真を見て、えー、NHK のドキュメンタリーが教室の取材に来て。えー、なんか急にすごい話に発展して。はい、だからいきなり、 え、まあ、映画も作る街の教室っていう新聞に載ったら、毎朝やっているカメラリポートっていう、朝15分だけやってるドキュメンタリー番組に、はい、取り上げられて。はい、それちなみに昭和何年ぐらいですかあえっ、ー、とね、1973年ぐらいですね。73年はい。じゃあ、今から50年ぐらい前の話。そう。えー、子供に、えー、アニメーション 自分で作らせるということをやったの、当時は珍しかったんで、来まして、いきなり生徒が増えまして、入りきれないぐらい、人気な教室になってしまって。その当時は教室はどこだったんですか途中から区民センターですけども、中目黒塾センターというか、そこを借りてやってましたけど。 でも、はい、それで生活は安定しないんですね。映画を作らせるためには、機材がいたり、はい、材料がいて、手伝いも必要で、でね、いろんな人にお金をお礼に払って、はい、時間と手間をかけて、はい、自分の持ち出しが必要になってきますね。そうなんですね。で、ところが、はい、週に1回やってると、子供たちが、先生また来週ねって帰ってくるんですよ。 次の週も、先生また来週ねって帰ってくるんですよ。はい、どこで辞めていいか分かんない。<laughs> で、次々にまたね、辞めても、また新しい子入ってきたり、なんかしてるうちに、気がついたら、23年間、えー、僕の土曜日はなくなりましたね。<laughs> うわ、23年そこから。はい。そうすると先生大学卒業してだから22、3歳ぐらいから始めて、はいはい、24歳ですね。24歳からで、はい、じゃあ、40、 えー、7歳ぐら,ぐらいまでずっとやってましたねあそうですか、はい、じゃあその間ですか嵐の夜にがそうですねえー、ただ教室で例えば子どもたちがこんなことを言ったとか、えー、そういう具体的なヒントっていうのはほとんどないないっていうかあのそれからものを作るってことはないんですが、えー、始めた時に 子供とどうやって付き合おうって悩んで始めたじゃないですか。はいはい、何年か経ってたのに気がついたんですよ。子供とどうやって付き合おうかが間違ってた。つまり、子供って同じじゃん。はいはい、子供の教室やってたら、あまあ具体的に言うといっぱいエピソードなんですけど、<laughs> 大人と変わんないんですよ。 なんていうの負けず嫌いだったり、プライドがあったり、う持ってる要素一緒なんで。もう一個人として。そうです。だから別に、子供っていう構えたからいけないんであ。もう一人の人間として。そうそうそう。だからもう友達と会うようにして、<ー>おい元気 <laughs> <laughs> 最近どうって言えば、<ー>向こうも同じようには答えてくれるし、<ー>そういうものをした僕が間違いで、 そうしたら、もっともっとこう、子供と話ができるようになり、つまり、あの、ま、一番大きく学んだのは、あの、年齢が半分、体重が半分、身長が半分でも、人間が半分じゃない。人間の持ってる要素みんな一緒に持ってるので、確かにそうですよね。ね。嫉妬はするしね。そうですね。いろんなね。 プライドは傷つくしね。プライドは傷つくし、はい、傷つけることも言うし。そうそう。うん、なんでね。も、ま、う、あ、本当にね、<ー>それが、まあその後の作品も、子供だからといって、えー、ちびっこなんとかとか、お子様ランチみたいな、えー、お前らこれ喜ぶだろうみたいな作り方はしたくないなという。あ,あ,あの、自分が本気で、 立ち向かったものじゃないと、やっぱり子供に見抜かれるよなっていうのは、その23年間に感じたことですね。<laughs> すごいお話ですね。そは <laughs> はいそう、これをあげとけば子供って喜ぶんじゃないっていうものっていうのは、はい、大人が思う子供像でのものですもんね。んはい。 こういうの好きなんじゃないのそうなんです。っていうものですもんね。だから、よくあの、子供のためにとか、子供のことを一番考えて作ったっていうのは一番子供に失礼で、僕は5歳児じゃないから、5歳児の気持ちを勝手に想像して、お前らの喜びそうなものを作ってやったぞと言って渡すのは失礼じゃない。 自分で本当に面白いと思ったから、うん、自分が食べて美味しかったから、食べてみるって言った方が失礼じゃないよね。うん、とそうですね。っ思って、えー、だから、真剣に、えー、作んないといけないなっていう。世の中には、動画とか絵本というと、子供のものだから、私にも作れるんじゃないって思って、この世界に入ってくる人がいるんですけど、それは間違いないわけですね。えー、子供のものだから簡単だろうって、 思うことからまず間違いで、えー、同じ人間を感動させるには自分が感動しないのに何でお前子供感動してくれんのよっていういや。本当にそうです。でもそれってどんな仕事でも言えることかもしれないですね。そうですね。相手がもちろん子供じゃなかったとしても、自分が精一杯そこにもう注ぎ込んだら、なんかこう、 こうじゃないかこれが相手にいいんじゃないかっていうものではなくて、うん、もうとことんそうやって自分のすべてをそこに注ぎ込むっていう方がエネルギーとしたら相手に伝わるんすよ、ね、そうなんですね。だから、あの子供も結構敏感で、やっぱりそういったものに対して、なんで、まああとはあの素人の方の書く動画で、親の都合のいい子に育てるような話を書く。 っていうのも、あ,ね、あの、嫌いですね<ー> <laughs>、はい。そういう意味では、子供の教室は、えー、あの、まあ、良かったかなって、えー。あの、実際にその23年間、はい、子供向けのそういう教室をされて、初めはその安定がある仕事と、はい、自分の 情熱が、もうパッションが燃えてくる仕事と、はい、その間に挟まってたわけですよね。でも、お母様の手前、やはりその月金は、そうやってマネキンの、そのメイキャップとかではい、はい、されてたわけじゃないですか。はいはい、それが、子供の方とか、その自分が作品を書くっていう方、一本でいけるようになったのは、はい、大学卒業してからどのぐらいだったんですかあ,あの、マネキン会社は、あの、9ヶ月で辞めまして。え、9ヶ月で <laughs> はい。 その間にじゃ社員旅行行ったんですか、えー、社員旅行行きました、ね、<laughs> <laughs> はい。<laughs> 一通り全部経験して、辞めまして、<laughs> で、一年間っていうかまあ、失業保険もらえて、またあのデザイン事務所に勤めまして、はい、で、当がフリー志向なので,、はい、で、デザイン事務所で、えー、今度イラストを描いたりとか、はい、デザインしたりできるわけですので、あ チーフが出かけると、えー、自分の書いた作品は全部コピーして、えー、ファイルにして、えー、どうやってこの後ね、フリーでやっていこうかという準備のための仕事にして。えー、え、じゃあそんな姿をお母様ご覧になっていて、はい、認めてくださったのはどのくらいなんですかはっきり言って途中から、あのー、おいてはここに従えという、あ何も言いませんでした。ただただ、<ー>はい。じゃきっとでもそういう姿を見て、 どこか安心したりされてたんでしょうかそうですね<ー>まああの高校の保護者会で<ー>僕はあの遅刻がひ,ひどくてですね担任の先生が「うん、どうして木村君はこんなに遅刻するんだ」って言ったら <laughs> 母親が「いや前も遅くまで絵を描いたり小説を書いてんですよ」って言ったら「はい」 その先生が、あの、小説家志望だったらしくて、<え>大いに、じゃあやらせなさいって言ってくれて、はい。公認で遅刻してたという時期がある。<laughs> それはじゃあまた、お母様、はい、ありがとうですよね。そうですね。ええー。だからまあ認めてたんでしょうね。で、実際に遅刻間だったのは、本当にそれが理由だったんですかその当時。そうです。毎朝まで。ああ<ー>、あの、しらじらと夜が明けてくるまでずっと、ええ。書いてたりした。えー それなら定時で登校なんて難しいですもんねね大変ですよね、えーえー、まあでも本当そういう守衛さんもそれを聞いて他人、えー、の先生がそういうのだって認めてくれたんですよなんで、えーえー、堂々と、えー、ほとんど美術部のために学校に行ってらんもんで美術部がなかったことも先生のための,そのレール、はい の準備みたいな感じじゃないですか。すね、多分、都立高校に受かってたらサラリーマンになってたかもしれないですよね。ああ<ー>。はい。今頃定年退職で。いや、だから人生、そんな内気な。はい。シャイボーイだった。ねその男の子たちさんに集まって。ね、はい。何かやろうっていうところからの今のこの、金未夫の内さんという方がここにいらっしゃるっていうことってすごいことですね。すねはい。そうですよね。 まあ、ほとんどですから、あの、あ<ー>運が一番大事かなと。<ー>はい。<ご>いたまたま、そういう結果になっていって、あ<ー>まあ、もちろん、運といえばまだいっぱいありまして、えー、たまたま知り合いがある出版社に紹介してくれまして、えーはい、いくつぐらいの時ですかえっと、23歳。あ、じゃあ,大学あ、じゃあ4歳か。卒業した。あとはい。卒業して、工作の本を作りたいって言われまして、はい で、まだね、卒業したてでですが、たまたまさっきのカメラリボードドキュメンタリーを、<あ>その部長さんが見てて、あの教室をやってる木村さんですねっていうことで、<ー>仕事になったんですよ。どこからどういうふうに見てもらえてるかわからないですね。ね分かないですよね。でも、とりあえずその本が出ても、<ー>それで食えるわけではないので、<ー>とりあえず食えないクリエイターみんなで、 え、公民館で手弁当で出版記念パーティーをやって、いろいろ出版社の人を呼んで、みんな、まあ、一緒にね、そのパーティーをやってくれる友達もみんな自分を売り出したいから、あ、そっか。うん、やったら、一人だけ来たんです。一人だけはい。出版社の人が。小さい頃に会ったことのある僕のいとこが来て、で、その人が小学館の人で、え僕の本を買って帰って、明るい小学館から電話が来まして、 小学館の学年誌っていうのが。あれですかあの、1年生とか2年生ってやつですかですですはい。わ、散々んん買いましたね、小学生の時。はい、それですね。えー、で、3年生の副編集長から電話が来て、で、3年生を担当することになったんですね。えー、で、それまで考える人は、金具屋さんとかね、プラスチック屋さんとか、はい。 っていうのは、金具屋さんは金具を多く使うプランを考え、えー、っていう,う,いうとか。はいはい。自分のところ専門に考える人っていなかったんではい。で、それを考えるようになったら、あの、3年生から2年生、1年生って、なんだん広が一1年から4年までやるようになりまして、えー、プランをやってると、夏休みに、はい、夏休み工作手芸辞典っていうのは、別冊付録が出るんですよ。はい。と、 ガラクタ工作とか、はい、そういう別冊本が出て、えー、でそれも担当するようになって、<ー>ある時、はい、読売新聞かなに、仕事というコーナーがあって、うん、いろんな仕事を取り上げて、はい、付録を作ってる人を,を取り上げようと思ってです<ー>、えー、に電話したら、はい、うちのは付録じゃなくて、 教材ですってて言われて <laughs> <laughs> 小学館に電話してで僕が紹介されて <laughs>、はい、で、えー、乗ったんですね、えー、でそれを見た、えー、お母さんと一緒のプロデューサーがいまして見てて、はい、でお母さんと一緒はあ,のあるブレーンが、えー、シナリオライターがいて、はい、そのブレーンでやっててはい、はい、そのブレーンプラス僕でやることになったんですね、はいあのー、そこの内容を作るのをね はい。呼ばれて。え、じゃあ、例えばどんなことされたんですかお母さんと一緒。えっと、だからその中で毎週工作コーナーがあって、その工作コーナーのアイディア、あ,<ー>あとはクイズのコーナーとか、そういう、あ,<ー>あの、そのグループで考えて出すんですね。すごい。っていう感じ。なんかその展開がすごいです。まあ、運が良かったという形で。 そうしたら、えー、うちの姉が、工作の本を見て、はい、それを幼稚園とか、そういうのに売ったら、えー、儲かるんじゃないかと考えて、はい、営業マンを雇って、なんか編集できそうな人を呼んできて、えーえー、いきなり、全24巻の工作の本を企画しちゃったんですね。お姉様がはい。すごい。 また身内のそういう力ってありがたいですね。ね。なんか。ところがですね。はい。1万部ずつ3冊作って、倉庫に、倉庫も借りて入れたんですが、はい。1冊も売れなかったんですね。一冊もはい。で、今まで僕も行ったんですが、いろいろ実演したり、いろいろ幼稚園に行ったんですが、菓子折り一つで本は売れなかったっていう。で、どうしよう。 思っていたら、はい、これがまた運なんですが、はい、幼稚園事業部を作ったのに、うん、売るものがないという失敗者がもうバッチリじゃないですか <laughs>、はい、そこの組み合わせがそうなんですが現れてもうだってそちら側にしたらぜひこのものをくださいですよねコンテンツがないんですもんねで,、えー、でこれでえー、まあそこがあの え、持って、え、売って歩いたんですが、はい。全然売れなくてですね。僕が呼ばれたんですよ。で、そこの会長に呼ばれて、うちの営業マンは無能で、こんないい本を一冊も売ってこない。はい。どうしようもない。はい。だから先生行って、教えてやってくれって言われてはい。で、教えてやってくれって言っても、はい。本が売れないで困ってる営業マンに作者が行くわけですから、 こんな辛いことはないね。ね <laughs> 辛いですね。ねもう針のむしろですよね。<laughs> はいはい。で、しょうがないので、工作を持って、水みんなの前で実践して、そしてみんながふーんって聞いてるんですけど、えー、そこの課長が、えー、明日から、これをポケットに入れたり袋に入れて持ってって,って、えーえー、売ったらどうさと言って、はい、それを持って、はい、行った途端に、えー、突然売れ始めて、 何でしょう、それも。あのー、多いところは、12人のほぼさんがいるところに14セット売れたと。12巻の本が。はい、普通だと1セット買って12人で使えばいいじゃん。んそう皆さん個人で買った上に、園長先生も買い、園にも置いときましょうって14セット <laughs>。<laughs> ぐらい売れ始めて。 ほぼビリオンセラーになってしまって、えー、最初の僕の家が建ちました。はあ、という。それは、おいくつぐらいの時ですか ?32 歳ぐらい。という。いやーそう、ちょっともう、あの、前編でお話を伺うと、でも、とにかく、タイミングと運ですね、はい、本当に。そうなんですね。本当に運ですね。だから僕はつい最近まで、非常にラッキーだったと。ええ、もし、同じ、 運の中に僕以外の人が乗っても同じようにできたんじゃないかと思ってずっと来たんですが、えー、最近になって、うん、いや、俺にも才能っていうのがあったのかなって、最近だと思うようになりましたね。才能なかったら多分そういうところにはいかないと思うんですよ。運だけはさすがに。確実,確実にね。えー、才能かけるの運が。 まあそう、本当にね、偶然ですよね。まあでもそれで工作の本が出ました。えー、でもまだ、あの、工作の本なんですね。えー、それも幼稚園直販なんです。えー、そ書店には並んでないんですよ。書店に並ぶ普通の本を書くには、まだ距離があります。えー、距離がはい。で、それがまた、あのー、その付録の打ち合わせを小学館でしまして、えー で地下室にトップスっていう喫茶店があって、はい、でそこの電話かけてくれた、はいはい、編集者と打ち合わせをしてました。僕ももう今年で30歳になる。海外って行ったことがないので、一度行ってみたいんだよねっていう話をしたら、斜め前の席に座っていた別の編集者が、それが聞こえて、うんうん、突然振り向いて、それならいいのがあるよって言ってくれたんですよ。 何が、<で>何が進めていくかえとね、不思議な国のア,アリスの、えーえーね、ルイス・キャロルの即席をたどるツアーを企画したんですが、はい、全然お客さんが入らないで困っているというのを彼は聞いてたわけです。はい。で、そのツアーに誘えば、こいつが入るからホ、ホルルプ出版も企画した方も喜ぶだろうというマッチング に、あの、聞いて、すぐにそこの、えー、旅行代理店の人が僕の家に来たのよね。はい、で、そこに行ったら、はい、そのツアーは5人しかいないんですよね。えー、で、5人、童話作家と絵本作家しかいないんですよ。あと編集者しか。はい、で、それが、えぇ、ー、船崎義彦っていう童話作家と、えー、M 名前さんっていう絵本作家と、え奈良坂とも子、あと小学館の編集者で、 新宿にあるホルプというところで旅行の打ち合わせをします。<っ>ところが、飛ぶ会っていう会がありまして、月に1回、1> <っ>子供の本の出版社と絵描きと作家が集まる会があったんです。<っ>その会の全員会員だったんです、皆さん。あ、たまたまうん、全員5人とも、はい、僕以外の。は,はいはい。 です。たまたま、それがだ第3木曜日にやってまして、ええ、第3木曜日に旅行の打ち合わせをしたら、ええ、皆さんその会に行くわけですよ、終わったら。ええええ、で僕もついて行きました。はい。で、そこで、僕は、あのー、工作の本しか出してない。ええ、でも、それでもとりあえずアピールはしてたんですけども、うん、えー、ある時、同じ目黒駅まで帰る編集者がいまして、 12月の最後の回の時に、来年はあなたの本出しましょうって言われたんですね。あ,あ、すごい。で、えで、正月休みの間にあなたの文と絵を見とくわ。どうやって見んだろう俺一行出してないのに <laughs> <ー>。うん。と思ったんですが。はい。で、正月明けに会いまして。はい。それまでに作ったんですか <laughs> いやいや、見ようと思ったけどなかったわってなった <laughs> <laughs> ないんですから。<laughs> でもまあ、それがきっかけで本が、 一冊目の本が出ました。動画の本が。えー、もうほとんどこの運というもののね。導かれる感じですよね。ねなので、まあ僕はこう予定ではその回に行く前から、うんうん、まあ好作の本を今直販ですから、うん、書店でも売ってる出版社で本だし。うんうん、はい。 それからそ,その書店でも売ってるところから絵本も売り込み何年後には絵本が出せるようになろうかなと思っていやもう何とびもあ半年後には出てたんですよわすごいラッキーなことにその当時は割と絵本ブームというか、えー、なので、えー、最初の本がそこそこ売れまして、えーえー、次々に仕事が来て、えーえー、というじゃあ後編は、はい、その制作の 家庭でのそのお話っていうのも伺いたいので、はい、ぜひよろしくお願いしますはいわかりましたということで木村先生でしたありがとうございました、はいはい